あれ、その人は。ああ、そうか。ほら、この前電話で話したバイトの。バイトも雇って頑張っているかと思いきや、スケベ丸出しやんけ。はあ？お前、隙の多そうな子、好きでしょ。やめろ！一本一本じっくり味わえる。入院生活にはもってこいだな。味が濃いのに、いつまでも噛んでられるのがいいよね。うん、ビールにも合うしな。それって本物のイカなんすか？はい、本物のスルメイカってとこが特徴で、だから駄菓子というより本当につまみっぽいんですけど。すっぱり漫画描くのも諦めてくれたのか。ちょっと違うって。じゃあ描いてんだ漫画。店長。はい。さっきの話なんすけど。あれはそのモンジロイカ、めっちゃビールに合いそうだなって思いました。書き始めてからどんだけ経った？今まで何をやってたんだ俺は。毎日目先のことに流されて漫画家になるんじゃなかったのか。店長。酒臭。店長は私のことをそういう目で見てんすか？見てないですよ。なんで酔っ払ってんすか？怪しい。回り続ける、車にはなり下がらない、平気を念じる天井から始まった地獄、遊び半分で神が導いた盤上の世界。 No 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 Game No Life。店長。はい。さっきの話なんすけど。あれはそのモンジロイカ、めっちゃビールに合いそうだなって思いました。書き始めてからどんだけ経った？今まで何をやってたんだ俺は。じっくり味わえる。入院生活にはもってこいだな。味が濃いのにいつまでも噛んでられるのがいいよね。うん、ビールにも合うしな。それって本物のイカなんすか？はい、本物のスルメイカってとこが特徴。毎日目先のことに流されて漫画家になるんじゃなかったのか。店長。酒臭。店長は店長で、だから駄菓子というより本当につまみっぽいんですけど。すっぱり漫画描くのも諦めてくれたのか。ちょっと違うって。じゃあ描いてんだ漫画。あれ、その人は。ああ、そうか。ほら、この前電話で話したバイトの。バイトも雇って頑張っているかと思いきや、スケベ丸出しやんけ。はあ？お前、隙の多そうな子、好きでしょ。やめろ！一本一本